水子地蔵。亡くなった胎児を栄光するために建てた地蔵菩薩像。水子は、生まれてあまり日の立たない子、赤子のこと。また、胎児、特に流産、または人工妊娠中絶により死亡した胎児のことを指す。淡子とも。水子という呼び名は、生まれて間もなく、海に流された日本神話の神、水恵比寿より転じたものとされる。 水子塚とは中絶された胎児を弔う墓のことである。恵光院では、江戸時代から現在まで水子塚を中心に、水国用が行われている。水子は、本来、水事と読み、もともとは死亡した胎児だけでなく乳期幼児期に死亡した子供を含む概念に過ぎなかったが、1970年代頃から、水国用の習慣が広まっていき、 占い師などが水子の出たりを語って水国用を売り物にしていった。その背景には段下制度が破綻し、経営が苦しくなった多くの寺院が経済的利益のために大手破壊事業者とタイアップし水国用を大々的に宣伝し始めたことが大きく影響している。松浦由美子は水国用は新しい現象であり、それが宗教なのか商売なのか、 仏教のものであるのか否か、日本の伝統宗教と関係あるのかないのか、中絶した女性に対する癒しなのかどうかつなのか、あるいは、中絶問題の解決になりうるのか否か、といった多彩な視点から、国内外の研究者たちの注目を集めてきたと述べている。水国用が仏教であるかどうかについては、意見が分かれている。仏教学者ウィリアム・アール・ラフルーアは、 水国用を完全に仏教の宇宙観の中に位置づけており、近年注目を集めるようになったが、そもそも水子に対する考え方は日本に伝統的に存在してきたものとしている。ラフルーアは中絶した女性の罪悪感へのセラピー効果があり、中絶が社会的に大きな問題になるのを防いでいると考え、高く評価している。その一方、宗教学者。 R.J. ツビ・ベルブロースキーは、水国用のキーワードは、恐れ、たたり、触り、沈めであり、水国用は、追悼儀礼というよりは、沈めの儀式で、新宗教的なものであり、新しい現象であると考えている。ベルブロースキーは、産婦人会と水国用に関わる寺院の、金儲け主義を非難している。同時に、水国用の癒しの機能を称賛することは、 その最も重要な要素であるたたりと沈めの側面を無視し、あからさまな商業主義を不問に伏すことであると考え、学者も厳しく求断している。また、日本研究者、ヘレン・オハーデカーは、水国用を仏教だけではない、神道、主言道、そして新宗教の諸団体に見られる、長州派的な実践と捉えており、かつ1970年代以降の商業的な、 オカルトブームによって成立した現代的な現象であると主張している。宗教社会学者の大村秀明は、水国用は、たたりと沈めという民族的神聖の表出の一例とし、新しい現象でありながらも、日本古来の霊魂観の表出とみなしている。小松佳よ子は、現代の水子の観念に、霊的進化を特徴とする。 ニューエイジュ的輪廻転生感の影響が見られることを指摘している。一度妊娠したもの,の出産に至らずに終わったことから、転じて中止になった物事や企画を水子と呼ぶ用法が生まれたが、近年ではあまり用いられず、お蔵入りという表現が用いられる。ありがとうございます。